縁馬は、仏教、ヒンドゥー教などでの地獄、冥界の主、冥界の王として、死者の生前の罪を裁く神。日本の仏教においては、地蔵菩薩の化身とみなされ同一視されている。縁王とも言う。縁馬は、サンスクリット語及び、パーリ語の山、の音訳。山ラージャ、ラージャは、王の意味とも、音訳は、意訳は、略して、 とも、縁マは、今しめ、僧余、僧王、生息、シャトメ、平等などと和訳される。パクは、罪人を捕獲する意、僧よは、彼が予中、常に、苦楽の二つの報いを受ける意、僧王は、兄弟一体で二人並びたる王の意、また、平等は、罪人を平等に裁くとの意からこれらの和訳がある。本来は、インドイラン。 共通時代にまで遡る古い神格で、アベスターの、西イ今、中世、近世ペルシア語でジャム、輝ける、ジャムの意味で、ジャムシードとも呼ばれるや北欧神話巨人ユミルと、同期限である。リグベーダでは、ヤマトその妹ヤミーは、ビバスバットの子で、母は、飛ばし鳥の娘とされた。人間の外もされ、ヤマトヤミーの兄弟姉妹婚により最初の人類が、生まれた。 山は人間で最初の死者となり死者が進む道を見出した。そして死者の国の王となった。虚空の遥か奥に住むという。インドでは古くは生前に良い行いをした人は天界にある山の国に行とされた。そこは死者の楽園であり長寿を全うした後に山のいる天界で祖先の霊と一体化することは理想的な人生だと考えられていた。 しかし、広大には、赤い衣を着て、頭に冠をかぶり、手に鳥縄を持ち、それによって、死者の霊魂を縛り、自らの住みか、国に連行されると考えられた。山の世界は地下だとされ、死者を裁き、生前に悪行を成した者を罰する、恐るべき神と考えられるようになった、神犬、サラマーから生まれた四つ目で、ブチの二匹の犬、サーラメイヤ、を従える。 現在のインドでは、青い肌で水流に乗った姿で描かれる。本来は黒い肌だが、美術上の様式として、青く描かれる。インドの山は、後に仏教に取り入られて、閻魔天となり、地獄の首と位置づけられるようになった。ただし一説には、本来は、ベーダノという同一村から二都に分かれていったとも、考えられている。その二都とは、以下の通りである。 中国に伝わると、道教における冥界、泰山地獄の主である、泰山福君と共に、冥界の王であるとされ、円馬王、あるいは円羅王として、地獄の主とされるようになった。やがて、万灯台に占術された儀教である、円羅王十期四州逆主聖七王上上土行、略して、安寿治十王聖七教により十王信仰と結びつけられ、 地獄の裁判官の一人であり、その中心的存在として、大山王と共に、人が死ぬと裁くという役割を担い、信仰の対象となった。現在よく知られる、党の官人風の衣、道服をまとった姿は、ここで成立した。日本仏教においては、地蔵菩薩と同一の存在と解され、地蔵菩薩の決心ともされている。あとに、 閻馬の本寺とされる地蔵菩薩は、奈良時代には地蔵重林業によって伝来していたが、原世利益優先の当時の世蔵のもとでは、普及しなかった。平安時代になって、末法思想が蔓延するに従い原神羅によって、平安初期には貴族、平安後期には一般民衆と広く布教されるようになり、鎌倉初期には、安ずお十王星七教から、さらなる二教の、 地蔵悟り発信因縁縦王業、略して地蔵縦王業が生み出された。これにより閻馬の本寺が地蔵菩薩であると言われ、ここから一部で言われている閻馬と地蔵とを同一の御事格と考える説が派生した閻馬王のみならず縦王信仰も普及するようになった。本寺である地蔵菩薩は地獄と浄土を往来できるとされる。なお前述の通り、 12点の炎魔天は同じルーツを持つ神とも言われる。中国では炎魔天が閻魔大王に集合されていたが、日本に伝わった時にそれぞれ別個に伝わったため同一存在が二つに分かれとも考えられている。閻魔王の法廷には清酒針鏡という特殊な鏡が装備されている。この魔境は全ての王者の生前の行為を残らず記録し、裁きの場で、 スクリーンに上映する機能を持つ。そのため、裁かれる亡者が、閻魔王の尋問に嘘をついても、たちまち見破られるという。司かさと、司の地、しみという地獄の初期官が左右に控え、閻魔王の業務を補佐している。平安時代の苦行、小野高村には、閻魔大王のもとで、裁判の補佐をしていたという伝説がある。小野高村逸話と伝説を参照。 戦国時代の武将、直江兼次にも、閻馬大王宛に、死者の返還を求める手紙を書いたという逸話がある。直江兼次人物、逸話を参照。京都府大山崎町の宝石寺には、閻馬、白く、司命が居並ぶ地獄の法廷を再現した、鎌倉時代の木造があり、重要文化財に指定されている。大阪市何区には、縁馬を祀った、聖鳳寺縁馬堂。 正式には、合法辻縁窓を正法寺創建は、つて、聖徳太子があり、上瑠璃の、摂州合法辻の舞台にもなっている。1月16日、7月16日前後、奉公人は休暇をもらい故郷に帰る、やぶ入りの日であった。余暇を使いその日に、縁魔窓にもう出たり、芝居などを楽しむ奉公人が多く、 昔は1月16日、7月16日を、祭日、初縁馬と呼んでいた。関東から中部地方にかけては、7月1日には、地獄も定休日として、罪人を煮る釜の蓋を開き、亡者を苛むのを休んだということから、釜蓋作日と呼び、この日から、ごにりとする。縁馬王は、こんにゃくが大好物であるという俗説もある。 東京都文京区の源の里市寺にこんにゃくを備えれば、眼病を治すという、こんにゃく縁魔像があるほか、各地の縁魔堂でこんにゃく滝の行事が行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。